シームズ。はい、なんと、すごいことが起こりました。もちこ、イアンだけど、誕生日パーティーに来ない？ということで、渡辺くんにね、誕生日パーティーに誘われました。はい。渡辺くん誕生日なんだ。ということなんで、これはね、三世くんを連れてではなく、一人でちょっとね、行こうかな。こんなことあるんだね。オッケー。いやー、すごい。渡辺くんの誕生日だ。どうすればいいの？早く終わっちゃうじゃなくて、どこに行けばいいんだろう。招待されましたって言ったけど、これ？餌が発見された？ん？なんか人勝手に入ってきたんだけど。まさかとは思うけど、もちこの年齢が上がりました。成人期。夢は達成、退職の後の計画、中年期の危機が待っています。これらの人生のゴールを迎えるにはちょうど良い時期です。ちょっと待って。誕生日失敗したのに上がっちゃったんだけど、っていうか、これさ、渡辺くんの誕生日、え？もうちょっとさ、ごめん。誕生日ちゃんとできなかったから落ち込んでる。ごめんよー。いや、マジ、ほんとごめん。あー。ていうか、これどうやって行くの？誕生日パーティー、渡辺くんの。これまさかと思うけど、これうちで開くわけじゃないよね。え？誕生日パーティー誘われたんですけど、私考えてみると渡辺くんちも、三世のうちも知らないんだけど。これ勝手に行くとかならないの？なんか誰かと喋ろうとしてるな。え、じゃあさ、ちょっとさ、ここになんかいきなり人が勝手に集まってきてるので、これさ、もしこちゃん、これどさくさに紛れて、これケーキ焼いてさ、誕生日やろうよ、自分の。誕生日、自分の誕生日やっちゃおう。待って待って待って、ここに。もしこちゃん、ここに、ケーキがありますよ。できなーい。また中央にとかわけわかんないことになってる。なんでだろう。なんでできないんだろう。これカウンターですよね。ほんと仕組みがわかんないんだけど。もしかしてさ、これさ、ちょっと建築モードやっちゃおうか。このテーブルに置いてるにゃんこと、このトランプ。これ移動すればなんとかなんない？これ。これを、違う。違う。猫ちゃんを、ちょっと、ここに置いて、で、トランプも、そうだな。置き場ないんだけど、まあいいや、ここ置いとこ一旦。これ置いてさ、ケーキをここに置いたら、もしかしたら、これカウンターも何もテーブルの、これど真ん中ですよ、これ。いけるー。テーブルの上にゴソゴソ置いちゃいけないんだな、これ。そういうことだよね。ってことなんで、ちょっと置いたんですけど、これで、置きました。で、これを吹き消せば、もちこちゃんが、これ幸せになれるんじゃない？やれなかったケーキの、おめでとうってこと。あ、歌ってくれてる。なになになに、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、え？死神のパーティーはまだ少し。ちょっと、え？何が起こってんの、これ。もちこちゃんが、おもちゃになっちゃった。もちこちゃん。よくわからない。状況がわからない。何かが起こってる。
もちこちゃん、パラレルワールドにもいるのかな？え？さっきだって、さっきなんか、大人になって、なんで？え？人の誕生日ケーキを封すると、こうなっちゃう。だってみんな年取ってないじゃん。そんなセクどうしよう。わかんないんだけど。わかんないとしか言えない。ただただとりあえず年取っちゃったっていうことが起こったんだけど、これこのおばあちゃん相手にしてくれるの？この子たち。親友になるだって。親友になるか。親友になってからの恋愛みたいな。彼ともおめでとうという、おめでとう。みんな何も思わないの？もじこちゃん年取っちゃったことに関して。私はものすごくショックなんだけど。親友になった。賛成なんか言えよ。ねえ。ずーっとさ、しょっちゅう来てた人がさ、いきなり年取ったんだよ。おめでとう、よかったね。ありがとう、だって。トナミ君とも親友になれないかな、これ。ハグする。いや、もう、なんかさ、変な薬飲まされちゃって、年取った人みたいになっちゃったじゃん。渡辺くんとももっと仲良くなって、あれがマックスになれば、あの上の緑が、親友になれるのかなっていうか、もうなんか、すごいなんかもうちょっと、どうしよう、動揺してる。どうしたらいいかわからない。どうしたらいいかわからないんだけど。この動画大丈夫かな？これなんかすごい間違ったことしてる気がする。なんか怒ってるよね。ケーキに熱中って言ったってやっぱ人のケーキやっちゃったからかな。いや、もちこちゃんさ、これ初心者あるある？わかんないけど、とりあえずもうなんか渡辺くん男性と話しまくってるけど、もちこちゃんも仲間に入れてあげて。もうとにかく仲良くなろう。いやーなんかケーキをさ、テーブルに置けなくて、なんか、ろうそくがなんじゃっていうのってあれってさ、おばあさんになっちゃうよっていうフラグだったのかな。一日明るくする。さらにおめでとうと言って。だいぶ上がってきたね。すごい仲良くなってきてるよ。渡辺くんもこれしたことによってさ、年取んないかな。あ、来た！親友になる。お、回った！ちょっと待って。あほら、ね、そういう呪いなんだよ、渡辺くん。ね、いや、君もやっぱかかって、これ、こういうもんなのかな？ね、多分。いや、これはもうあれだね、お互いもう年取ったから、渡辺くんかな？付き合うのは、多分。だってもう年齢的に賛成無理でしょ。親友だけど、若者って書いたんでしょ？で、渡辺くんは？恋愛の音楽が嫌いなんだ。渡辺くんこれシニアでしょ？そうだよね。もちこも？シニア。これはもうあれですね。もうしょうがない。私は彼と付き合えば、じゃあ。もう年取った同士で行こう。ね、多分このケーキ問題でなんかおかしくなってるんだ、多分な。もちこちゃんも眠たがってるけど。これ誕生パーティーってさ、これ、勝手に私の家で勝手に始められましたけど、いつ終わらせてくれんの、これ。永遠に終わらないのかな。一日明るくする。いい、話しまくってメーターあげよう。上がってきますからね。届き文句を言う。ただこれさ、どうやったら恋愛に持っていけるの？これをやっていかなきゃいけないのかな？疲れてることを打ち明ける？いきなり打ち明けて平気なのかな？今惹かれたんだけど。言ってみれば。君が年取ったから私と同じ魔法で。今何？なんかハートやってるんだけど。
外見褒めてんだっけ？レブじゃん。あんまりピンと来られないんだね。これなんかチコチコしてるけどさ。あと6分で終わるんだ。こうなったらもうあれだな。ちょっともうちょっと盛り上がってほしかったな。いやもう年取っちゃったからね、お互い。いやもうこれはちょっともう渡辺くんに行くしかないね。このなんかおかしなこの誕生日システムで。ちょっとよくわかんないことが起こっちゃったんで。もちこちゃん。もちこちゃん。かわいそう。もちこちゃん。巨匠になる夢はどうなるのこれ。まだなれんのかな。台所汚いけど。渡辺くんだけ残ってんじゃん、しかも。しょうがない。寝よう、とりあえず。とりあえず寝てもらって。そして、これさ、渡辺くん、もうルームメイトにしたいんだけど、なんか、この世帯に加わるとかあったじゃないですか。そういう感じでさ、もう一緒に、これ多分この家結構バリアフリーだと思うんだよね。車椅子こうね、これ通りやすいし。一緒に住めないかな？はいはいはい。おばあちゃん。もしこばあちゃん、ほら、トイレ行って。あー、なんか、ねー。急だよね、もちこちゃん。びっくりだね、ほんとに。一体何が起こったんだろうね、これ。まあでもね、年取っても、今も100年、100歳時代ですから、こっからだよ、もちこちゃん。頑張ろう、ちょっと恋愛。ね。あと、巨匠になるのもちょっと頑張ろう、ほんとに。ってことなんで、ちょっと夜中の1時ですけど、絵描いてもらおうかな。